秩父事件。秩父事件は、1884年、明治17年10月31日から11月9日にかけて、埼玉県秩父軍の農民が、政府に対して、負債の延老、雑税の減少などを求めて起こした、武装放棄事件。隣接する群馬県、長野県の町村にも波及し、数千人規模の一大騒動となった。自由民権運動の影響下に発生した、いわゆる、 激化事件の代表例ともされてきた。江戸時代末期以来、富国強兵の大機名分の元年々増税等が行われる中、1881年、明治14年10月に大倉京に就任した松方正義による、いわゆる松方財政の影響により、現在で言うデフレスパイラルが発生し、松方デフレ、未だ脆弱であった、日本の経済、 とりわけ農業部門には深刻な不況が発生した。農作物価格の下落が続き、元来決して裕福とは言えない。農産地域の中には、さらなる困窮に陥る地域も多く見られるようになっていった。国内的には、主として、上記の松方財政の影響、さらには1873年から1896年頃にかけて存続した。 ヨーロッパ大不況の最中に発生した1882年のリヨンキート取引所、同取引所はフランスのみならず、当時欧州最大のキート取引所の一つであった、におけるキート価格の大暴落の影響により、1882年から1883年にかけて、キートの国内価格の大暴落が発生した。埼玉県秩父地方は、昔から養蚕が盛んであったが、 当時の同地方の産業は、ギートの生産にやや偏っており、さらには、新州、長野県など、他の養蚕地域に比べて、フランス市場との結びつきが強く、秩父内における最初の小学校は、フランスの援助で設立され、そのために、当時の在日フランス公使館の初期館が秩父を訪れたほどである、常実の大暴落の影響をより強く受けることとなった。 養蚕農家の多くは、毎年の生糸の売り上げを当てにして金を借り、食料の米麦その他の生活物資等を外部から購入していたため、生糸市場の暴落と増税等が重なると、たちまち困窮の度を深め、他の各地と同様、その窮状につけ込んだ銀行や小売貸菓子等が彼らの生活をさらに悲惨なものにしていた。当時、明治政府は政府主導による憲法制定、 国会開設を着々と準備する一方で、民権運動に対する弾圧政策を強化していた。民権派の一部にはそれに対抗する形で、真に善備なる国会を開設すには、圧政政府を実力で転覆することもやむなしという、考えから急進化するものも出始め、各地で対立が起きていた。1881年、明治14年の秋田事件。 1882年、明治15年の福島事件、1883年、明治16年の高田事件といったいわゆる激化事件は、明治政府が急進的民権化の政府転覆論を口実にして、地域の民権化や民権運動に対する弾圧を行ったものとされる。彼ら急進派の政府転覆計画は結局は、不現化を見るには至らなかったが、 その後発生した1884年、明治17年6月の群馬事件は、群馬県の株自由党員が、病気山陸に困窮に苦しむ農民を結集し、圧政打倒の兵を挙げようとしたものであり、さらに同年9月に発生したカバ山事件は、茨城県のカバ山に爆裂弾で武装した16人の、急進的な民権運動家が拒兵し、警官隊と衝突するというものであった。特に、 カバン事件は完全なる立憲政体を作り出するため自由の公的たる全盛政府を打倒すると公言した武装放棄で政府に大きな衝撃を与えた。規模は極めて小規模で当面の目標も土地に県庁落成式に出席する政府高官への襲撃程度のものであったが自由党求心派は前年の1883年 明治16年後半以降、圧政打倒を目指して、頻繁な交流を図り、同志的結合を強めていく傾向にあった。そんな中、従来からの路線対立や、川山事件の処理をめぐる紛糾などから1884年10月29日、秩父事件発生の2日前、自由党は、回答決議を可決するに至っていた。その後、党は1890年に採決されるが、 以後も、解散、再結成、再編等を繰り返す。詳細は自由党の公算省。なお、秩父事件の指導部は、放棄時点では、この自由党回答の情報を認知していなかったと考えられている。秩父地方では、自由民権思想に接していた自由党員らが、中心となり、増税や借金区にあえぐ農民とともに、国民党、文権により、秩父国民党、 秩父借金等、夫妻等ともを組織し、1884年、明治17年8月には二度の三輪集会を開催していた。そこでの決議をもとに、請願活動や氷菓子との交渉を行うも不調に、終わり、租税の軽減、義務教育の延期、借金の末置き等を政府訴えるための法規が提案され、大宮号、埼玉県秩父市で、 代々名主を務める家の出身である田代英介が総理、代表として推挙された。放棄の目的は、暴力行為を行わず、下記、軍律参照、氷菓子や役所の帳簿を滅出し、租税の軽減等につき政府に請願することであった。自由党、開党2日後の10月31日、下吉田、旧吉田町の無垢神社において、決起集会が行われ、 放棄の目的のほか、役割表や軍律が制定され、各期参照、放棄が開始された。早くも、翌11月1日には、秩父軍内を制圧して、氷菓子や役所等の書類を発揮した。しかし、当時すでに開設されていた電信により一早く、彼らの放棄とその規模を知った政府は、一部記者をも利用して、警察隊、憲兵隊等を送り込むが苦戦し、 最終的には、東京賃代の賃代兵を送り軍社会を抑えたため、11月4日に、秩父国民党指導部は事実上崩壊、鎮圧された。一部の急進派は、長野県北愛木村出身の自由党員で、大元人の菊池官兵を筆頭とし、さらに農民を借り出して十国峠経由で、新州方面に進出したが、その一体も11月9日には、作軍東島流し、 原稿美町の馬流駅付近で高崎鎮大兵と警察部隊の攻撃を受け壊滅した。その後、主なった指導者、参加者は各地で次々と捕獲された。この事件で警察官5人が殉職した。事件後、約1万4千名が処罰され、首謀者とされた田代英介、加藤織兵、荒井周三郎、高岸善吉、坂本隆作。 菊池寛平、井上伝造の7名には死刑判決が下された。ただし、井上、菊池は欠席裁判での判決。井上は北海道に逃走し、1918年にそこで死去した。菊池は後交付で逮捕されたが、終身刑に減刑され、1905年出獄し、1914年に死去。決起の当日に、無区神社で発表された。 役割表と軍律。他に、秩父軍各村小隊長、兵糧方、軍用禁衆方、弾薬方、重砲隊長、小二田方などの役割があった。第一条市に金品を略奪する母山。第二条助職を反す母山。第三条支援を試したる母山。第四条市の遺向をもって放火その他乱暴を試したる母山。 第五常識官の命令に違反し渡しにことをため、したる母山。放棄中に、公民党メンバーや、その同調者は、自由自治元年という主年号を用いた。なお、秩父事件資料修正の編纂に参加した、歴史学者の色川大吉は、当時の明治政府側の公文書の分析によって、明治政府が、西南戦争に準じた、反乱として認識していた事実を指摘している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。